あ、ミオンさんの家族？ああ、もっと平たく言えばあいつに兄弟とかいないのかなって思ってさ。どうなんでございましょうね。いるやらいないやら。その反応からすると会ったことがないみたいだな。ええ、おばあさん以外にはありませんですわ。そういうのは理科が詳しいですわよ。理科に聞いてごらんなさいですわ。理科、ミオさんのご家族のことをご存知ですの？ミーには家族や親戚がいっぱいいますですから、全部はなかなかわからないのですよ。そんなにたくさんいるのか。例えばさ、園崎シオンってやつはいるのか。その聞き間違いかもしれないから、ひょっとすると実在しないかもしれないんだけど。 C ですか？ C はいますですよ。よく似た名前ですのね。間違えて舌を噛んじゃいそうですわ。ミーの双子の妹さんだと聞いたことがありますですが、あまり会ったことはないのです。何年か前に法事の集まりがあった時に会ったような気がしますですよ。このクラスにいないってことは、学校は沖宮の方に通っているってわけかな。お家も沖宮なのかもしれませんわよ。だってミオンさん自身家族とは別でおばあさんと暮らしてるわけですから。とてもややこしいお家なのです。親類の数が多いらしいですから、きっといろいろと都合があるに違いないのですわ。お、三人揃って何の話だい？おじさんも混ぜてよ。あら、ミオンさん、いいところへ。ミオンさんに双子の妹さんがいるってのは本当でございますの？妹？いるよ。それは知らなかったですわ。どんな方なのかしら。ぜひ一度お顔を見てみたいですわね。会わない方がいいよ。全然可愛くないし、生意気だし。たまに電話で話すくらいで、私もしばらく会ってないし。
Thank you.